様です。4月5日朝6時のこのコイン月光の暗号通貨ニュースになります。まずはね、扱っているコインの総数を見ていきます。さらに増えて13,683個のコインがこのコイン月光に上場しております。そして取引所の数も若干増えて1043ということで、1050、それから1100になるのにはもうちょっと時間かかりそうですけどね。でも順調に伸びてますね。で、ドミナントですけども、ビットコインが暗号通貨全体の過半数を超えました。そしてイーサリアムが15%、ここは同じぐらいかなと思いますけども、依然ビットコインはその支配体制をさらに強く深めているなと思います。まあ、これは無理もないことで、ビットコイン以外のアルトコインっていうのは、ビットコインにね、変換される可能性が高いんですよ。で、ビットコインっていうのは、一旦ビットコインに両替された後、アルトコインの方にね、流れていく。まあ、そして、また戻ってくるっていうところで、ビットコインが基軸通貨になってる限り、まあ、すべての取引っていうのは、ビットコインに始まり、ビットコインに終わるっていう感じなのかなっていうところで、出来高が動きやすいっていうことになります。まあ、それにしてもね、ビットコイン自体が ETF が始まったりとかして、このね、これ金融派生商品、デリバティブっていう扱いがだいぶ出てくるのかなと思います。今後も1000万円を超えたビットコインが2000万、3000万と増えていくことが予想されますね。はい、それでね、昨日までは時価総額が400兆円を割っていたんですけども、本日またね、400兆円を超えることになってきて、この400兆円を境に上に行ったり下に行ったりっていう動きが目立つようになってきました。はい、そしてね、最近動きの激しい、暗号通貨ですけども、特にね、目立たないんですよ。ですので、一発逆転みたいなことは、この4月、3月には起きてないのかなと思います。法定通貨とかね、主要通貨でトレードしていっていただきたいと思いますね。ビットコインが1000万円超え、イーサリアムも50万円を割らない状態でございます。この2つがまずはね、強く基軸通貨になってますね。で、その他、XRP は90円割ってしまったのと、カルダノも90円割っております。この辺見ると、ちょっと不安が隠せないところがありますけども、まあ仕込み時といえばね、仕込み時ですからね。それから我らが柴犬コインは一気に13位までランキングを上げてきました。で、これがですね、時価総額を0.004割らないところまで来てますんで、かなり心強いかなと思います。柴犬コインをね、1月に大量取得した方っていうのは、結構今年はね、左うちわで過ごせるんじゃないかなというところです。まあ今日はそんなところですかね、確認するのはね。あと、ライトコインがちょっと追い上げてきてるなっていうのが目立ちますね。まあ、この1週間弱、ちょっと暗号通貨が法定通貨に交換されたような動きはあったんですけども、しかし、昨日がそこを打って、昨日が397兆円ぐらいまで下がったのかな。それがもう一気にですね、この407兆円まで上がってきてますんで、またね、どうこう未来のことは投資のことですから予測できませんけども、まあでもまた440兆円、450兆円、こちらの方を目指して膨らんでいくんじゃないかと思います。それでは、まあ今日は通り一遍の情報ですけどもね、以上です。